12月4日、横浜市青葉区にある枝コミュニティハウスでアフタヌーンコンサート音の森のクリスマスが開かれました。地域の交流の場として親しまれている枝コミュニティハウス。この場所で今回行われたのは少し早めのクリスマスコンサートです。今回のコンサートで演奏を行ったのは相模原市や町田市を中心に活動しているガールズユニット音の森です。打楽器やコントラバス、ファゴットによるベースパートのみを演奏する異色の音楽トリオで、2017年の結成以降、イベントや福祉施設を中心に演奏活動を行っています。この日はクリスマス仕様の衣装でクリスマスにまつわる曲を中心に11曲を演奏しました。私サンタでトナカイで、彼女グリーン の, あのツリーをやってもらってますメロディーをやるあのメインなんですけど今回はクリスマスをテーマに、お子様からご年配の方まで幅広い年齢層の方に楽しめていただけるように、いろんなジャンルからクリスマスの曲を集めて演奏させていただきました。とても皆さんと楽しんでいただけて、ニコニコしていただいて反応良くて、本当に嬉しかったです。その季節に合ったまたイベントをね、私たちの曲とか、格好とかもそうですけど、またね皆さんに楽しんでいただけるように企画してやっていけたらいいなと思っております。